こんにちは、翔吾です。いらっしゃい、さが悪いよ。今回描くのは誰かしら？今回は3年前に描いたアナログ絵をデジタルでリメイクしてみました。今回の手順としては下書きから線画、着色をしていきます。まあ王道のやり方よね。ここはアナログもデジタルも同じだと思うわ。でも画材が違うからどんな仕上がりになるのかが気になるわね。画材の効果もありますが結構前の絵なので、多少は画力アップしてると思いたいです。翔吾が画力アップしてるかどうかは、この動画を最後まで見てくれた人が、きっと判断してくれると思うわ。なんかそれって遠回しにプレッシャーをかけられているような。まあいいや、それでも最後までゆっくりしていってもらえると嬉しいです。作業の方は下書きがある程度終わったので、次はペン入れをしていきます。ペンは何を使っているのかしら？それからレイヤーについても軽く、解説してくれる？了解です。ペンは過去動画と同じく G ペンです。レイヤーは目と髪、顔と手、体と分けています。ただ背景は過去動画と違って描く部分が多いので、レイヤーを2種類に分けました。背景が多いっていつもが、少なすぎるんじゃないかしら？もう少し背景が描けるように精進します。あ、そうそう、背景で思い出しました。この元絵は人物がアナログで背景がデジタルです。アナログとデジタルの合作ってわけね。そういうことになります。ちなみに過去のメイキング動画でもアナログとデジタルの合作絵を描いたことがありました。鬼滅の刃の登場人物、かまどねずこちゃんを描いた時の絵のことね。このメイキング動画は概要欄にリンクを貼っておいたわ。よかったらこの動画を見た後にチェックしてみてね。ところでこのイラストってオリジナルって言ってたけど何のために描いたのかしら？ああ、このイラストはこのレベルであれですが、福祉部のコンテスト用のイラストでした。へえ、それで結果はどうだったの？全然ダメでしたね。当然のことですが。あらら、それは残念ね。まあでもコンテストに出すことで閲覧数が増えることがあるので、入賞することだけが目的じゃないって人、結構多いと思います。ちなみにこの絵のお題は、年上彼女、でした。じゃあ逆に年下彼女というお題もありそうね。実際にありましたよ。ちなみにそれも描きました。いつか年下彼女のイラストもリメイクしたいですね。この辺のセーラー服の襟は結構迷走しています。この辺はじっくり観察するか、実際に、セーラー服を着てみないとわかりにくいのよね。そうだわ、あの有名な美少女戦士を参考にしたらいいんじゃないかしら。いやいやいや、ここは普通の学校です。変身要素はいりません。争う？じゃあここは一つ機関銃と、ヨーヨーを持って戦うしかないわね。それは80年代にヒットしたドラマです。っていうかそのネタって若い人には、ほとんど伝わらない気がするんですけど。わからなかった人は、セーラー服と、機関銃、スケバンデカ、を検索してみてね。気を取り直して人物のペン入れは、身につけているメガネだけとなりました。メガネをアイテムとして捉えるか、体の一部として捉えるか、そこが問題ね。実はメガネが本体だったりしてね。軽いホラーじゃないですか。気を取り直してここからは背景のペン入れです。このイラストの背景は一応教室なので、机や椅子といった人工物が多めです。そのため図形ツールの直線を中心にペン入れを進めます。でも一部はフリーハンドなんでしょ？そうですね。その場合は手ブレ補正を入れて描いています。さて線画の過失と一部をベタで黒く塗りました。ここからは色を塗っていきます。今回はどうやって塗っていくのかしら？ベースはバケツツールで塗って影を。不透明水彩を使って入れようと考えています。レイヤーはラスターレイヤーで線画と同じく部分によって分けています。レイヤーが増えると塗る場所と、レイヤーの場所を間違えそうね。そうですね。今回実際に肌のレイヤーに髪の色を入れてしまいました。あらら、やっぱりね、これってデジタルで絵を描いたことがある人ならば、一度や二度は、やってしまったことがある。あるあるネタなのかもしれないわね。まあでもデジタルは描いてる途中で気づければ、大体修正可能なので問題ないです。そうね。簡単に修正できるのが、デジタルのいい面。その一方でレイヤーが多いと、管理が大変とも言えるわ。その一方でアナログは基本紙とペンだけなので、機能を覚えなくていいのが利点です。
こうして考えてみるとデジタルで、描いたから絵は簡単ってわけじゃないのね。そうですね。よくデジタルで絵を描いたことない人やそもそも滅多に、絵を描かない人の意見としてパソコンで描いたら簡単なんて声もありますが、絵描きや漫画描きにとってパソコンは、あくまで画材の一種です。なのでデジタルで描いたから上手いとか家になるとは限らないなと、個人的には思っています。それにアナログ絵はアナログ絵の、味というか魅力があるわ。例として過去動画で3年前のクリスマス絵をリメイクしてみたなどがあります。こちらも概要欄に動画の、リンクがあるわ。よければチェックしてね。とかなんとか言っている間に名外の人物のベースの色が塗り終わりました。目の色は別にフォルダを作って他の部位以上に色を重ねています。目はキャラクターの命とも、言うわ。だから色を重ねていくのかしら？それもありますが私は勝手にキャラ絵って、顔が一番見られている気がします。その中でも目が一番見られている気がするのでこだわりたいのかもしれません。ふーん、なるほどね。そんなこと考えて書いてたのね。まあこれはあくまで私個人の思い込みなので正しいとは言い切れません。さてこんなことを言っている間に背景を塗り進めていました。背景もフォルダを作って部分ごとにレイヤーを分けています。このイラストは人物のポージングに、元絵との違いがあるけど背景の色も変わったわね。この変更が吉と出るか凶と出るか結果は視聴者さんの評価次第ってとこね。遠回しに私にも視聴者さんにも何らかの圧をかけてるんですけど。あらやだわ。そんなつもりはなかったんだけど、私としたことが本音がついてたわ。いやそこは建前であって欲しかったです。気を取り直して作業は背景の影を入れています。過去絵を見ていただけるとわかりますが普段は、人物の影を先に入れてその後に背景の影を入れることが多いです。どうして今回は違うの？ただの気分です。何それって思われそうですがこんな些細な変化でもあることが絵描きを、長く続けるコツになってたりします。ふーん、なるほどね。長く続ければ成長記録にもなって、リメイク絵が増えて、動画のネタも増えるってわけね。まあそれもありますね。その中の一部が何かの参考になればより幸いです。今回の動画でもどこか一部でも参考になったり、見てよかったと思ってもらえたのなら、完成したイラストを見た後にでも、グッドボタンを押してくれると嬉しいわ。また今回の動画に関するご意見やご感想、指摘などがありましたらコメントお願いします。さてここからは細かい仕上げ作業に入ります。しばらく無言になりますのですぐに完成を見たい場合は、目次にある、完成とまとめ、までスキップしてください。それじゃあ早速仕上げ作業の、スタートよ。以上です。今回は3年前に描いたアナログイラストをデジタルでリメイクしてみました。今回の完成したイラストは概要欄の、ピクシブリンクから見れるわよ。よければチェックしてね。最後までご視聴ありがとうございました。他の描いてみたイラストを見たいときは、再生リストのチェックや高評価、チャンネル登録などをしていただけると幸いです。登録済みの方はベルマークをオンにしておくと通知が来るようになっています。